こんにちは、キッシャンです。車で iPhone の音楽を再生したいと思い、こちら、アンカーの Bluetooth レシーバーを購入し、紹介したんですが、今回また違ったレシーバーを購入したので、紹介したいと思います。それがこちらです。カー Bluetooth オーディオレシーバーです。メーカーはユーグリーンでいいのかな？このレシーバーは名前を見てわかるように車用のレシーバーです。まあ専用というわけではないので、いろいろな使い方はもちろんできますが、本当にこのレシーバーはおすすめです。以前紹介したこちらのレシーバーは小さくてとても使いやすくて良かったです。ただ、使用するたびに電源を入れたり切ったりする必要がありました。車以外で使用するなら、まあ普通のことなんですけどね。例えば車のオーディオを通して使用するとき、エンジンを切ると当然音楽は途切れます。ただ iPhone は音楽を再生し続けて、このレシーバーはずっと信号を受信し続けます。もちろん iPhone がレシーバーから一定の距離を離れて Bluetooth の信号を拾わなくなったときには音楽は止まるかもしれません。レシーバー側も受信する信号がなくなり、時間が経つと電源は勝手に切れます。ただ、その間2つとも動いているっていうことなんですよね。聞いていないのに音楽は先に進み、充電が減ってしまうというわけです。それを踏まえてこのレシーバーを紹介します。箱を開けると、説明書が入ってますね。で、あとは、こちらの本体のみになります。見てもらえると分かる通り、とてもシンプルです。このレシーバーのような電源も音量調節ボタンもありません。こちら側は3.5のミニジャックになっていて、逆側、こちらが USB になっています。このレシーバーには充電機能はなく、USB からの給電のみで使用できる仕組みになっています。ここまでの説明で気づいている方もいるかもしれませんが、車の USB にこれを挿して、アクセサリー電源をオンにすると、レシーバーの電源も入り、iPhone と自動接続されるというわけです。なので、車で iPhone からの音楽を聴き、エンジンを切ると同時にレシーバーの電源が切れ、iPhone で再生されている音楽が数秒後に止まるというわけです。これだとアンカーのようにレシーバー本体の電源を入れる必要はありませんし、充電残量を気にする必要もありません。まあ、アンカーも給電使用は可能なんですけどね。一度実際に見てもらいましょう。今、レシーバーの3.5ジャックは、レガシーのオーディオにつながっています。それでは、レガシーのアクセサリー電源をオンにします。すると、レシーバーの電源が入り、自動でペアリングモードに入ります。そして iPhone の Bluetooth をオンにすると、ユーグリーンと接続されます。これで音楽を再生すると、ここから音楽が流れます。一度ここで電源を切ってみます。すると約3秒後に音楽が停止されます。もう一度電源をオンにすると、Bluetooth がオンになっていれば iPhone 側で勝手につないでくれます。そして再生するだけで音楽を聴くことができます。もうこのレシーバーはレガシーにつけたままでもいいぐらいですね。今日はユーグリーンのカーブルートゥースオーディオレシーバーを紹介しました。この車のように
USB がなくてもシガーソケットがあれば変換できるので本当におすすめです。それでは。